しょうゆおす元気楽しい空手リーダーの黒美天使長野チュリオです。お願いしまーす。はーい、今日はね、じゃじゃーん、これ前もやったんですけど、あの電流です。電流で肩は打てるのかっていうのをやって、スーパーリンペですね、やったと思うんですけど、今日はね違う方、千円鎮の方をやって肩は打てるのかどうかを検証していきたいと思います。ではね、早速電気のつけていきます。もう本当にね、嫌い電気。あ、来た来た、痛い痛い、電気嫌い、痛い痛い痛い、つける場所かな、やっぱりこんなに痛いな。もう無理もう無理もう無理、これ8段階あるんですけど、ちょっとしょうがないんでね、これ、あ、ダメだダメだ、6ぐらいに痛い。はい、これでじゃあ肩の方やっていきたいと思います。ピゴモが避難してる。チン、あの検証結果、それなりに千円鎮は打てる。はい電流シリーズ第2弾見てくれてありがとうございました。またやりたいと思います。見てね、バイバーイ。今日は何をするのかと言いますと、じゃじゃーん、これはあの電気パッドです。よく腹筋とかにつけて、あの割るためにね、ダイエットとかであるやつなんですけど、これをつけたまんま食事ができるのかどうかっていうのをね、検証していきたいと思います。緊張する、食べれるのかな。え、結構痛いからこれ、マジリアルに、まあ、もちろんやったことないですけど確かに、はい、でちょっとで、ね、軽めに、まだね軽めね流していっていいですか。はいはい、これね、来たら教えてください。はい。まだ大丈夫。ああ、ピクピクきました。え、はい、これ8段階あるうちの今ね。あ、ピク三四ですね。ピクピク。痛い痛い痛い。ガンガンしてる、ガン。痛い、私これ痛みに弱いかも。痛い痛い。これ何、これ何？これ四だよまだ。え、四なの？そう、やばくない？勝手やばいよ、ほら。勝手に。勝手に動く。これもうやばくない？スケちゃんみたい。まだいける？これ伸ばそうとするとやばい。電流流しちゃうぞ。ほらほら、もうほら、結構痛いね。結構痛い。マックス8なんで、あとちょっと痛い。いや、まあいけるといえばいける。ヒカルのせいでこんなに、私絶対読んでやめてたはずだった。はい、これでマックスです。わ、すごい、マックスまでできた。こんな感じです。で、今日二人が実食するのはカレーです。私が手作りしたキーマカレー。ちょ、ごめんなさい、全然見えない。美味しそう。モザイクみたいな。はい、キーマカレーのルーです。
はい、ダイエット中なんでね、これつけたまま食べれるかどうか、はい、危ない危ない、食べれるかどうかやっていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。はっ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 、うん、おいしい。これマグロじゃないね。うん、そのなんだろう、口をね、うん、近づければ食べれる。うん、でめちゃめちゃ筋肉痛。やばい、今全然動かない。いった、やばくない、うん、やばい、パンパンだよ右腕。本当に電流が